日本には三種の神器と呼ばれる神から授かったとされる神宝があります。そのようなものがイスラエルにもあったのはご存知でしょうか。ようこそ、ナビゲーターのルカです。皆さんは契約の箱をご存知ですか？旧約聖書には多くの重要な人物が存在します。天地創造から人類の始祖であるアダムとイブなど、世界の始まりを描いたエピソードも多く記載されています。その中でも実会に登場するモーゼという人物がいます。旧約聖書ではモーゼは古代エジプトで生まれたと描かれています。当時のエジプトではユダヤ人は古代エジプトにおいて支配され虐げられている民族でした。モーゼが生まれた時にエジプト王が、新しく生まれたユダヤ人の男児は全て殺めるという命令まで出していたのです。ユダヤ人夫婦の間に生まれたモーゼは親の手によってナイル川へと流されました。結果としてモーゼはエジプト王の娘に拾われて、その子供として大切に育てられることになりました。契約の箱。モーゼはある日、荒野で遭遇した燃える紫の中から神の声を聞きます。神はモーゼに、エジプトにいるユダヤ人を約束の地カナンへと導けという命令を与えたのです。その際にモーゼは実会の石板を与えられます。実会の石板を入れるために神様から契約の箱の設計を細かく伝えられます。そこで有能な職人であるモーゼの孫にあたるベツァルエルに箱の製造を依頼することにしました。契約の箱の中に入れられていたのは、実会の刻まれた石板、アロンの杖、マナの壺の3種類でした。実会に刻まれた銃の災いをもたらしたのはアロンの杖だと言われています。銃の災いでエジプトを攻撃した後、モーゼの兄アロンが杖を捧げると海が割れ、逃げ道が作られたとされています。その後、荒野をさまよい続けることになるモーゼたち全員が飢えた時に、モーゼの祈りに応じて神様は空からマナという食べ物を降らせました。モーゼは神様の祝福の証として、このマナを純金の壺に入れて契約の箱に納めました。契約の箱はそのような数々の力が携わる3種類のものが入れられていました。この契約の箱は世界を滅ぼすぐらいの力を持っていると言われています。また敵と戦う際の強力な武器になったとも言われています。契約の箱自体の重さが数百キロあるにもかかわらず、宙に浮き敵陣にめがけて飛んだとの言い伝えも残されています。その後、契約の箱はイスラエルの民と敵対していたペリシテ人に奪われますが、そのペリシテ人を伝染病などの災厄が襲いました。そのようなことがあったために、イスラエルの民のもとに契約の箱は送り返されることになりますが、このような言い伝えからも契約の箱そのものに強大なパワーが秘められていたことがわかります。ところが、この契約の箱は何度も行方不明になっています。エルサレム神殿が建造された後に、契約の箱はエルサレム神殿の司聖所に安置されました。ところが、その時にはすでにアロンの杖とマナの壺はその歴史に埋もれ消えてしまっていたと言われています。ソロモン時代以降、イスラエルの国家は分裂し、北イスラエルと南ユダの2つの国家となりました。北イスラエルはアッシリアにより滅ぼされ、南ユダ王国はバビロン帝国によって滅ぼされました。その際にエルサレム神殿も破壊され、契約の箱の行方は分からなくなってしまったとの伝承もあります。またこの時にイスラエルの十氏族60万人の民が忽然と姿を消したと言われています。この時に契約の箱と実会の石板も歴史上から姿を消してしまいました。その失われた経緯についても不明なことから、失われた聖筆と呼ばれるようになりました。現在でも探し続けられている神から人類が授かった契約の箱はどこに消えてしまったのでしょうか。契約の箱は日本にある？そのような争いが終わり、モーゼらはエジプトを脱出し、カナンの地を目指し
40年間さまよい続けていたという説もあります。失われた獣子族が契約の箱を持ち出し、東を目指し旅立ちました。彼らがたどり着いた先が日本ではないかという説があります。紀元前722年に北イスラエル王国が滅びてから間もなく、日本では新たなる歴史が刻まれました。どこからともなく神々が日本列島を訪れ、天孫降臨という名目のもとに新しい国づくりが始まりました。その際にカムイを持つ三種の神器が祀られるようになり、その後の皇室によって古来より継承されることになるのです。さらに世界中で三種の神器はイスラエルと日本にしか存在しないのです。天皇家に古くから伝わる三種の神器は、草薙の剣、ヤタの鏡、ヤサカニの勾玉です。ヤタの鏡は伊勢神宮の内宮に安置されていた御神体です。黒い黒曜石でできたヤタの鏡の裏側には、ヘブライ語で私はあってあるものという言葉が刻まれていたといいます。契約の箱に収められていた石板には実戒が刻まれていました。石の板に文字を刻み、その文字が読めるようにするには、まず石板の表面が平らに磨かれていなければなりません。実戒の石板はおそらく大理石のように表面がきれいに磨かれ、鏡のようになっていたのではないでしょうか。刻まれた文字と鏡のようになっていたことから、実戒の石板とヤタの鏡はとても類似しているのです。そのようなことから、伊勢神宮に契約の箱が納められているのではないかという説があります。また伊勢神宮には宇治山田空襲により米軍の攻撃にさらされた過去があります。第二次世界大戦当時、新都と称され国家的重要都市であった宇治山田を攻撃することで、日本人の戦意を低下させる意図があったと言われています。昭和20年7月29日の深夜1時から3時の2時間の間に、伊勢神宮も含めた広域に大規模な空襲が行われました。米軍の爆撃機は約40もの編隊を組んで、3往復の徹底した爆撃を行いました。無数の焼夷弾が火の雨となり、空から降り続いたのです。本来ならば、そのような爆撃は避けられるものではありません。ところが、伊勢神宮の御聖殿に命中することはなく、無傷の状態でした。それを皆奇跡だと言い、日本は神に守られた国であるということになりました。そのような奇跡が起きたことは、契約の箱の凄まじい力が働いたのではないかとも考えられます。また日本では、契約の箱に刻字した形の神輿なるものが、列島各地の祭りに姿を現しました。いつしか日本では、契約の箱同様に、移動をする際には2本の棒に乗せられて担がれました。さらに、熱田神宮に祀られているとされている草薙の剣は、アロンの杖、鍵穴のようにも見える仁徳天皇陵古墳はマナの壺をかたどっているのではないかとされています。日本の三種の神器は私たち日本人にも公表がされていないために、実際にどのようなものかを知り得ることができません。でも日本とイスラエルの宗教文化を見てみると、神輿の担ぎ方をはじめ三種の神器の存在や暦の類似点、その他にも宗教儀式の数々において多くの類似点が見られるのです。またユダヤ王朝が系図を大事にしながら長年にわたり王系一族の血統を大切に重んじてきたように、日本でも皇室の家系と血統を大切に重んじる文化が古くから存在します。これらの日本とイスラエルの共通点は全て偶然の一致と言われるのでしょうか。モーゼの墓が日本に。また石川県羽咋郡宝達清水町河原地内にはモーゼの墓だとされる場所が存在します。伝説の森モーゼパークとして1993年にオープンしています。ここにはモーゼの墓であるという伝承や証拠はありませんが、宝達清水町のホームページには、神より実戒を授かったモーゼが40年の歳月をかけユダヤの民衆をイスラエルへ導いた後、シナイ山に登った。そこからモーゼは雨の浮き船に乗り野と宝達山にたどり着いたという。その後583歳までの超人的な余生を宝達山で過ごし三つ子塚に埋葬された。
そんな聖者モーゼが眠る伝説の森と紹介されています。四国の山に埋葬されている、四国の剣山に契約の箱が埋葬されているのではないかという説もあります。 GHQ やイスラエルの国家機関アミシャーブも剣山に足を踏み入れています。戦後の米国の GHQ による発掘調査は異常なほどだったようで、剣山の監視まで行われていたそうです。古事記が編纂される前、大和朝廷の故郷は四国の剣山周辺であったのではないかとされています。そして剣山にある契約の箱を西方の人たちが探しに来るというので、九州を中心に物語を作り、神武天皇が統制して近畿地方で大和朝廷を作ったとし、九州から近畿地方に神社を建設し、西方の人々の関心が四国に向かないような策略を展開したのではないかとも言われています。第52代嵯峨天皇時代に、天皇は時の高僧空海に念には念を入れ、四国全土を封印するように指示を出しました。四国をほぼ一周するように88箇所に寺を建設し、吉野川に沿って念入りに封印したのだと言われています。神の教えである十戒を彫った石の板は人々の心の指針となりました。八座の鏡も同様に、自らの姿を試みて心さえも映すものとされていました。またマナの壺は、神からマナを与えられることによって飢えから救われ生き延びることができました。マナは神の救いそのものであり、それを収納する金の壺が神の御加護を象徴しています。八坂にの勾玉も神の家事救いであり、どちらも神の救いが実現するお守りの象徴です。アロンの杖は真意に満ちた杖であり、また草薙の剣も光り輝き真意に満ちた剣であったそうです。このように数々の類似点があることと、北イスラエル王国が崩壊し南ユダが消滅する危機に直面した後、突如として人邦を携え新しい国の歴史がアジア大陸の東で始まりました。そしてその日本にイスラエル神殿が存在するエルサレムと同じ意味を持つ平安の都が造営されることになりました。このような事実を見ると、契約の箱が日本の三種の神器となり、強大な力を持つからこそ現在でもなおその姿を見ることができないのではないでしょうか。もしいつも花を手向けているお墓に宇宙人が眠っているとすれば。ようこそ、ナビゲーターのルカです。日本の古墳はエジプトにおけるピラミッド、中国における秦の始皇帝陵と並んで世界三大遺跡の一つに数えられています。大仙陵古墳は日本に数ある古墳の中でもよく知られています。ユネスコの世界文化遺産に登録されているほど有名な古墳です。別名を仁徳天皇陵古墳ともいい、仁徳天皇が埋葬されていると言われています。大仙陵古墳を有名にしている要因は、最大長840メートル、最大幅654メートル、墳丘長525メートルと世界最大級を誇る圧倒的な大きさだけではありません。なんと日本が国家規模で隠している真実が眠っていると言われています。その真実とは何でしょうか。早速謎に迫っていきましょう。大仙陵古墳とは。大仙陵古墳は大阪府堺市堺区大仙町にあります。モズ、古市古墳群を構成する49基もの古墳の一つです。古墳群は5世紀の前期から中期に築造されたとされています。それからとてつもなく長い年月が経ち、今日ではビルや住宅に周りを囲まれています。現代文化の中でも美しく圧巻の雰囲気を醸し出している大仙陵古墳の姿は海外メディアも報道しています。そして2019年にユネスコはモズ・古市古墳群を墳墓初となる世界遺産に登録しました。その構造と長い歴史が世界的に認められたのです。大仙陵古墳の謎。大仙陵古墳が大きさと歴史的価値に対する評価を集めるにつれて、古墳に隠された謎も浮き彫りになりました。それは
誰が埋葬されているのかという謎です。仁徳天皇陵古墳というのだから仁徳天皇が埋葬されているに決まっているではないかと思われるかもしれません。確かに世界遺産には仁徳天皇陵古墳として登録されています。宮内庁も仁徳天皇が埋葬されているという見解を出しています。大仙陵古墳が宮内庁直々の管理下に置かれているのも天皇の墓であるためです。仁徳天皇はどのような天皇だったのでしょうか。仁徳という詩号からは彼が特に熱い人柄だったことがうかがえます。実際その通りで租税を免除するなど国民に寄り添った天皇だったそうです。しかも租税を免除したきっかけが仁徳的なのです。なんと民家からかまどの煙が立ち上がらないことを見て民衆の困窮に気づき税を3年間免除したのです。租税を再開すると大規模な灌漑工事を実施し広大な電池を得ました。これらの業績から仁徳天皇は聖の帝と称されました。天皇の治世は聖の世として称えられています。極めて高評価を得ていた仁徳天皇、しかしそれにしても不可解な点は多々あるのです。先ほど大仙陵古墳は5世紀の前期から中期に築造されたと紹介しました。ただ被葬者が埋葬された時期は実のところはっきりと分かっていないのです。専門家は埋葬された時期が分からないのに仁徳天皇陵古墳だとすることはおかしいと述べています。そういうわけで学者たちは仁徳天皇陵古墳という呼び名を使いません。古墳のある大仙町の名前にちなんで大仙陵古墳と呼んでいます。この動画でも学者たちに習って大仙陵古墳と呼んできました。埋葬者が特定できていないのでは仁徳天皇陵古墳と呼ぶことで誤解が生じかねません。しかしそうした仁徳天皇自身に対しても疑問視する者がいます。彼らは仁徳天皇はいたのかという疑問を持っています。一部には仁徳天皇は存在しなかったという説があります。日本の第16代である仁徳天皇は西暦300年代後半から400年代前半に生きたと言われています。生没年は分かっていませんが大層長生きされた天皇であることは確かだと言えます。日本書紀によると110歳で崩御したと記されています。一方古事記によると83歳で崩御したと記されています。歴史書によって崩御された年に違いがあり、これも大仙陵古墳に対する混乱を招いている要因なのでしょう。896の聖域。大仙陵古墳が仁徳天皇の古墳ではない可能性が浮かび上がってきました。それでは大仙陵古墳には誰が眠っているのでしょうか。そもそも大仙陵古墳とはどのような場所なのでしょうか。すべての前提を覆すことになりますが、大仙陵古墳がお墓ではなかったという説も登場しています。お墓でないとすればこれまでの常識と認識は覆されてしまいますね。お墓なのかどうか、仁徳天皇が埋葬されているのかどうかを確認するためには大仙陵古墳の発掘調査を行う必要があります。しかし宮内庁は大仙陵古墳の発掘調査を許可していません。なぜなのでしょうか。そこでキーワードになる言葉が896の聖域です。日本には一般の立ち入りが許されない聖域が896箇所あるという意味です。一般には学者も含まれるので、学者たちは聖域である大仙陵古墳に立ち入ることができません。しかし、聖域だからという理由に研究者たちが黙っているはずがありません。古代史を解明することに熱意を燃やす研究者たちは、宮内庁に発掘許可を申請し続けました。研究者たちの熱意が通じたのか、とうとう宮内庁は発掘調査を許可しました。2018年、大仙陵古墳の発掘調査がついに始まりました。宮内庁が外部機関を交えて大仙陵古墳を発掘調査するのはこれが初めてのことでした。発掘調査は3箇所で行われました。いずれも埋葬施設ではありませんでした。今回の調査の成果は埴輪が発見されたことでした。埴輪を分析すると
5世紀前半に制作されていた埴輪の特徴が分かってきました。埴輪の特徴が分かったことで、どんな成果が得られるのかという疑問が浮かばれるかもしれません。それは、おそらく大きな成果につながるでしょう。宮内庁にとって、不都合な真実を突きつけることになるかもしれません。なぜなら、被葬者が5世紀前半に埋葬されていたとすれば、その被葬者は仁徳天皇と言えなくなるからです。仁徳天皇は生没年こそ不詳であるものの、4世紀末に崩御したとされています。大仙陵古墳から発見された埴輪は5世紀に制作されたと考えられています。両者には大きな時代の差異があるのです。こうして見ると、大仙陵古墳に眠っている人物は仁徳天皇ではないと考えられます。一体誰なのでしょうか。埋葬者を特定するのに一人だけでは不十分であると考える学者がいます。古墳には複数の人物が眠っていると主張するのです。根拠は何でしょうか。古記録によると、陵墓の前方部と後円部、それぞれに石室があるといいます。石室とは遺体を安置する空間のことです。この古記録が真実であれば、大仙陵古墳には少なくとも2人以上の人物が埋葬されていると考えられます。ますます発掘調査をしたくなるところですが、宮内庁はそれ以上の発掘調査を許可していません。大仙陵古墳が世界遺産候補に選ばれた際は、現在の管理体制が維持されるなら反対はしないという言い方をしていました。世界遺産候補に選ばれるだけでも喜ばしいことなのに、そうした表明は影を潜めています。世界遺産登録後も墳丘1段面より上は埋葬施設であるとして立ち入りを禁止しています。2018年の発掘調査でも宮内庁はなかなか首を縦に振りませんでした。なぜ宮内庁はこれほどまでに石室の発掘調査をさせないのでしょうか。それは宮内庁にとって不都合な真実を隠すためなのでしょうか。こうした憶測を感じる方は少なくないでしょう。これらの憶測に対して宮内庁は次のように答えてきました。陵墓は皇室の祖先のお墓です。今も祭祀が行われています。上安と尊厳を保つのが本義です。ここまで動画をご覧になった方は宮内庁の常套句を聞いてピンときたかもしれません。そうです、宮内庁は大仙陵古墳が墳墓であるという前提に立っているのです。ところが大仙陵古墳が天皇陵と呼ばれるようになってから日はまだ浅いです。考古学的に見ても仁徳天皇陵古墳という見方は誤りではないかという主張もされています。しかし宮内庁は指定を覆すほどの文献や声図がないとして受け入れていません。大仙陵古墳が陵墓であるという前提が崩れれば、古墳が別に持っていた利用目的が見えてくるはずです。それでは古墳が別に持っていた利用目的とは何でしょうか。これは大仙陵古墳の正体は何かとも言える謎ですね。大仙陵古墳の正体、大仙陵古墳の正体をめぐっても諸説あります。その一つは宇宙人が関係しているという説です。大仙陵古墳が世界遺産に登録されたのも宇宙人が関わっていたからだと言われています。その秘密は古墳の形です。以前 Google Mars が火星の形を衛星写真に捉えました。その写真を見た人々は火星から見えたあるものの形が大仙陵古墳の形と酷似していることに気づきました。それは大仙陵古墳と同じ前方後円墳の形をしていたのです。火星にも古墳の形をした何かがあるのでしょうか。宇宙人は大仙陵古墳の築造に関係していたのでしょうか。この問いに対して次の2つが考えられています。1つは宇宙人が UFO の離発着のために利用していたこと、もう1つは宇宙人が埋葬されていることです。この2つのうちどちらかが正しくて、あるいはどちらも正しいとすれば、大仙陵古墳と宇宙人の間には深いつながりがあるのでしょう。そうだとすれば、世界遺産登録に宇宙人が関与していたというのも納得がいく話です。人間が自分たちの墓に触れないようにと宇宙人が手を回したのかもしれません。
日本に存在する宇宙人の痕跡、大仙陵古墳が宇宙人との関係性を示す証拠だとしたら、日本には随分古くから宇宙人の痕跡があったことになります。それはなぜでしょうか。実は日本人は宇宙に近い存在であると言われているのです。古紙古伝と呼ばれる古文献があります。それによると、天から降りてきた神が日本を創造したことが書かれています。その神とは誰もが知るイザナギとイザナミです。二柱の神々による国生みの後、アマテラス大御神の孫ニニギノミコトが高間ヶ原から地上に降臨しました。ニニギノミコトは降臨先の高千穂にとどまって大きな宮殿を建て統治を始めました。ニニギノミコトの子孫からは初代天皇である神武天皇が誕生しました。このことから天皇は神の子孫であると考えられるようになりました。ここでの神は宇宙人に置き換えて読むことができます。高間ヶ原はもともとは地上にあったとも言われています。それが事実であるならば、日本に宇宙人の痕跡があることにうなずけます。大仙陵古墳が UFO の離着陸に使われ、あるいは宇宙人の墓所であったとしても不思議ではありません。日本人と宇宙人との関係を示す資料は古紙古伝の他にもあります。例えば竹取物語は日本最古の物語にして宇宙人の物語です。主人公のかぐや姫は月の都の人です。かぐや姫は光り輝く竹から見つかりました。この竹こそが宇宙船だという人もいます。かぐや姫は竹型の宇宙船に乗って地球に降り立ち、人間である大きなに発見されて大切に育てられます。わずか3ヶ月で妙齢の娘に成長すると、5人の金立ちから求婚されます。さらには帝もかぐや姫に会いたがります。かぐや姫はことごとく拒絶しましたが、帝は諦めません。みこしを寄せて連れて行こうとしましたが、姫は一瞬のうちに実体を光と化しました。かぐや姫はただものではなかったのです。月からの迎えがやってくる日、帝は勇ましい軍勢を送ってかぐや姫を変えさせまいとしました。しかし月の都の人たちは人間たちの心を操り、かぐや姫を月へ連れ帰ります。宇宙人かぐや姫は何らかの事情があって宇宙船に乗り地球へやってきました。そして不思議な力を行使してかぐや姫を連れ帰った宇宙人たち、大仙陵古墳は宇宙人たちが離発着する場所として利用されていたのかもしれません。火星で見つかったあの構造物は月の都の人たちが所有している基地なのかもしれません。または他の星の人たちも古墳型のお墓を持っているのかもしれません。この物語を書いた原作者は不明です。読み書きや歌読みなどの教養があったことはもちろん、貴族社会に関する知識を持っていたことは確かです。果たして竹取物語は何を描いたお話なのか聞きたいところです。考えれば考えるほど謎が深まる大仙陵古墳。今でもその謎を解明する人物は眠り続けています。私たちが住んでいる日本にも数々の謎が存在します。ようこそ、ナビゲーターのルカです。皆さんはモーゼの実戒のお話をご存知でしょうか。モーゼがエジプトから迫害を受けていたユダヤ人を連れて新たな地を求め旅立ちますが、エジプトの王の軍隊に海岸に追い詰められ窮地に立たされた時に、モーゼの弟アロンが持っていた杖を天に掲げました。すると海が大きく割れて逃げ道が生まれます。モーゼたちはその道を走って逃げ、それを追いかけたエジプト軍は割れた海に飲み込まれてしまったお話が有名です。契約の箱。モーゼの持っていた杖はモーゼが神から与えられたものです。その際にモーゼは神様から契約の箱を作るように指示されます。細かな設計を指示され、モーゼの孫にあたるベザルエルが完璧な契約の箱を作り上げました。契約の箱の中身は実戒の刻まれた石板。エジプト軍から追い込まれ
海を割ったとされるアロンの杖、そしてマナの壺が入れられます。マナの壺とはモーゼたちが40年ほど荒野をさまよい続けることになった際に全員が飢えた時、モーゼの祈りに応じて神は空からマナという食べ物を降らせました。モーゼは神の祝福の証としてこのマナを純金の壺に入れて契約の箱に収めました。それがマナの壺と呼ばれるものです。契約の箱の行方。モーゼの死後、ヨシュアという人物がユダヤ人たちのグループを率いるようになります。その後、シロと呼ばれる地域の神殿に契約の箱は置かれました。やがてユダヤ人たちは力を合わせ王国を作ります。そしてイスラエル王国が誕生しましたが、ユダヤ人たちの敵のペリシテ人に敗北してシロから契約の箱を奪われてしまうのです。ところがペリシテ人に神の呪いがあり、数百万人が死亡することとなったことでペリシテ人から返却されることになりました。その後エルサレム神殿に契約の箱は安置されるようになりました。しかしアッシリアによって王国が滅ぼされエルサレム神殿も破壊され、この時から契約の箱は現在まで行方不明のままとされているのです。エルサレム神殿が壊される30年以上前から契約の箱について触れている文章は残されていないのです。契約の箱がどこに持ち去られてしまったのかには諸説あります。侵略者であるバビロニアが奪ったという説、エチオピアに運ばれ安置されている説、エチオピア正教会は現在でも所有していると主張しているそうです。契約の箱がアラブ経由でジンバブエまで運ばれたという説、テンプル騎士団改修説、エルサレム神殿の跡地とされる神殿の丘を本拠地としたテンプル騎士団に改修されているという説で、契約の箱はヨーロッパやアメリカに運ばれているのではないかとされているそうです。ツタンカーメンの墓から出てきた説、ジャッカルの姿をした冥界の守護神アヌビス神をかたどった神輿がツタンカーメンの墓から発見されたことで、これが契約の箱ではないかとされた説もあったそうです。そして日本の徳島にある剣山にあるという説もあります。ところが伊勢神宮の地下にあるのではないかとの説もあるのです。伊勢神宮の謎と契約の箱のつながり。伊勢神宮には内宮と外宮の2つのお宮があります。そのために御神体もそれぞれあると言われています。内宮の御神体は三種の神器とされている八田の鏡で、外宮の御神体もまた鏡だと言われています。この八田の鏡は契約の箱の中に入れられていた実戒の石板ではないかとの説があります。実戒の石板には文字が刻まれていて、その文字を刻むためには石板の表面がおそらく大理石のように磨かれていたのではないかとされています。表面がきれいに磨かれることで鏡のようになっていて、その大きさと薄い板状の形であることから八田の鏡と類似していたと考えられます。また八田の鏡には鏡の裏にヘブライ語が記されているという証言が昔からささやかれてきました。これによって契約の箱の三種の神器が日本の三種の神器と一致するのではないかとされています。伊勢神宮では20年ごとに行われる式年遷宮の際に遷御の儀という御神体を新しい社殿に移す行事があります。ですが御神体は木製の箱に入れられ、周りを白い布で覆われて運ばれるために私たちの目に触れることはありません。また元伊勢と言われるマナイ神社にはマナの言葉が見受けられます。元伊勢神社は奥宮をマナイ神社といい、天の水が祀られています。契約の箱の中にはマナの壺がありました。マナの壺もモーゼたちが飢えた時に天からの恵みとして降ってきたマナという食べ物を壺に入れたものです。天の水も天からの授かり物、マナの壺のマナも天からの授かり物との一致が見られるのです。また伊勢島には伊勢神宮はもちろんのことですが、他にも
伊沢の宮という神社があります。伊勢神宮の灯籠に六芒星のマークが入っていることは有名ですが、伊沢の宮の鳥居の前にある石灯籠にもまたユダヤのマークである六芒星が彫られていたそうです。この伊沢の宮の伊沢とはイザヤを意味するのではないかと言われています。伊沢の宮とはイザヤの宮である可能性が高いというのです。イザヤとは紀元前8世紀にユダ王国で活躍したユダヤの預言者です。アッシリアによってイスラエルに王国が侵略されたことで国家崩壊の危機によりイザヤは国を出て日本にたどり着いた可能性があるのです。また日本を作り上げたイザナギもイザヤに由来しているのではないかという説もあります。イザヤとはヘブライ語で神の救いという意味を持ちます。またナギとは君主を意味します。つまりイザナギとは神の救いの君主イコールイザヤ王子という意味になるのです。一方で伊勢神宮の行事の中で最も謎めいているこの元祭という伊勢神宮に古来から伝来する秘儀が存在します。これは御正殿の中央の床下に深く埋め込まれている神の御柱を取るお祭りのことです。神の御柱とは社の床下に立てて埋められた太い木のことを言います。神の御柱は神の御霊が宿るという由来がありますが、その多くが謎に包まれたままなのです。この元祭が行われる時間は内宮は午後8時、下宮は真夜中の午前0時に行われます。お供え物をして祝詞を唱え、慎重に神の御柱を伐採した後に白い布などで御柱をくるみます。このような儀式が真夜中の林の中で行われているのです。神の御柱は神秘のものとされているために、これを建てるのに携わっていた神職なども神の御柱のことに関しては一切口外しない決まりになっているそうです。この神の御柱は高さが170センチほどあります。現代の一説では古代の天皇陛下の身長に合わせて作られたのではないかとも言われています。天皇を崇拝することで日本全体を守護していただくという意味が込められていると言われています。ですが古代の日本人の身長で170センチは高すぎるのです。この身長に合わせてという説を考えると、それは日本人ではないと考えられるのです。では一体誰だったのでしょうか。伊勢神宮に祀られている神、それはイエス・キリストではないかとされているのです。伊勢神宮には地下宮があるという説があります。その昔日本に訪れたとされる原始キリスト教徒によって建設された地下宮が伊勢神宮であるという話があります。伊勢神宮を構成する別宮の伊沢の宮の地下に隠し神宮があり、そこにイエス・キリストに関係した真の御柱があると言われています。もしそうなのであれば、契約の箱が一緒に隠されていたとしても不思議ではありません。また本当の真の御柱は古代から永遠に保存されている別の柱があったのではないかと言われています。それが忌み柱と呼ばれているものです。首木という横木が忌み柱で、それに対する縦木の長江にあたる雨の御柱というものが存在していたそうです。縦と横の T 字型といって思い浮かぶのが十字架です。イエス・キリストが貼り付けになった十字架は実際には T 字の形をしていて、その上に罪状板を掲げたために全体の形が十字になったとされています。伊勢神宮が代わりの真の御柱を作り、それですら私たちの目に触れることなく秘密にしている理由は、本物のイエス・キリストの聖十字架があるからではないかと言われています。キリストの聖十字架は契約の箱とともに行方がわからなくなっています。契約の箱とともにユダヤのキリスト教徒によって日本に持ち込まれた可能性も十分にあります。伊勢神宮の内宮地下殿に本物の真の御柱となるキリストが貼り付けになった血染めの十字架が本当にあるのかもしれません。そして契約の箱も一緒に納められている可能性は十分にあるのです。伊勢神宮が事実を公開していないので推測の息を出ませんが、日本は多大なる費用と労力をかけて伊勢神宮を守り続けていることは
伊勢神宮には神聖な遺物があるからと考えてもおかしくありません。いつかその謎を私たちの目に焼き付けることができる日が来ることを願うばかりです。そして一つ一つの謎が解けていくことで、壮大な歴史の物語の1ページが新たに開かれることとなるのです。日本人の心の拠り所、伊勢神宮。その起源は海を越えた遥か彼方の国にあった。ようこそ、ナビゲーターのルカです。日本人の祖先は誰だったのかと問われれば、それはやはり日本人だろうという答えが返ってきそうです。しかし日誘導祖論によれば、日本人の祖先はイスラエルの失われた十氏族の一つだったといいます。日誘導祖論の証拠は三重県伊勢市の伊勢神宮にあるそうです。どうやらある特徴が古代イスラエルの神殿とよく似ているそうです。一体その特徴とは何でしょうか。伊勢神宮と古代イスラエル神殿の特徴。日本の学者の中には、人類が日本に住み始めた数千年前、古代イスラエル人も訪れて日本の文化形成に大きな影響を与えたと主張する人々がいました。これが冒頭にちらっと出てきた日誘導祖論です。日本文化イコールユダヤ起源論とも呼ばれています。その証拠は奇妙で多彩なものばかりで、注目する人々はたくさんいます。真っ先に挙げられるものは菊花紋章です。菊紋のうち16葉八重表菊は天皇と皇室を表す紋章ですね。古代イスラエル神殿の壁にも似た印が見られます。次は六芒星です。伊勢神宮の灯籠には六芒星が刻まれています。この六芒星はユダヤ民族を表す印であるダビデの星と似ています。言語にも類似点があります。日本語にはイスラエルで話されているヘブル語と似たイントネーションが見られるそうです。日本語ではヒー、フー、ミーと数字を数えることがあります。この数え方がヘブル語と似ているというのです。ヒー、フー、ミーの起源は古事記と日本書紀に基づく古い伝承にあります。アマテラス大神が天の岩戸に閉じこもった時、女神に姿を現してもらおうと雨の小屋根の御事が祈祷文を唱えました。それがヒー、フー、ミー、ヨー、イツだったのです。ユダヤ人ヨセフ・アイデルバーグ氏によると、これは美しいヘブライ詩文なのだそうです。ヘブル語に翻訳すると、誰が女神様を出すのでしょうとなります。日本語にしてもおかしくはありませんね。菊紋と六芒星などといった共通点から、日本とイスラエルが関連付けられていると考える学者がいます。こうした共通点はイスラエルの失われた十氏族やエルサレム包囲戦後と関係があるのでしょうか。西暦70年に起こったエルサレム包囲戦で本拠地エルサレムを失ったユダヤ人は世界各地に離散したのでした。イスラエルの二族で成り立っている南ユダ王国も滅亡し、人々はバラバラになりました。失われた十氏族の行方。イスラエル十氏族はユダヤ人の国家北王国イスラエルを構成していました。旧約聖書によれば、北王国イスラエルの十部族について紀元前10世紀に次のような予言がありました。主なる神は北王国イスラエルを打って、水に揺らぐ足のようにし、彼らの先祖に与えられたこの良い地からイスラエルを引き抜き、ユーフラテス川の向こう側に散らされるだろう。彼らがアシュラ像、偶像を作り、主の怒りを引き起こしたからだ。この予言は約200年後の紀元前721年に現実のものとなりました。この年にアッシリア帝国が北王国イスラエルへ侵攻し、首都サマリアがアッシリアによって没落されてしまいます。ここにイスラエル王国は滅亡し、民を奴隷としてユーフラテス川の東側へ連行したのです。こうしてイスラエル人たちは故郷から引き離されてしまいました。当時の様子は記録に残されています。
北王国最後の王であるホセアの時代第9年にアッシリアの王サルゴン2世は北王国サマリアを取り、イスラエル人をアッシリアに捕らえて移し、彼らをハラフ、ハボルという五山川のほとり、メディアの町に住まわせた。考古学者はアッシリア帝国のサルゴン2世が記したとされる碑文を見つけています。その記録によれば、王は北王国イスラエルの主だった3万人を捕らえて居住地を移させていました。祖国に残留することを許された民は庶民と貧しい人々だけでした。それは北王国を弱体化させて二度と反乱を起こさせないようにするためでした。捕らえられたイスラエル人たちはハラフ、ハボルという五山川のほとり、メディアの町に移されました。そこはユーフラテス川の東側にありました。失われた十氏族はユーフラテス川の東側地域で離散し、アッシリア帝国が滅びた後も祖国に帰りませんでした。彼らの後の行方は分かっていません。イスラエルの失われた十氏族はどこへ行ったのでしょうか。フラウィウス・ヨセフスという人物がいました。彼は帝政ローマ期の政治家および著述家です。ヨセフスによると、イスラエルの十氏族はユーフラテス川の彼方で膨大な集まりになっているそうです。各地の言い伝えをまとめると、十氏族の行方を突き止めるヒントが見えてきます。一つはソ連のグルジア共和国周辺です。この場所に住んでいる産地ユダヤ人には、我々は失われた十氏族の子孫だという人がいます。もう一つはカスピ海北方に住んでいるカザール人です。彼らは十氏族の子孫だと言われています。アフガニスタン一帯に住むユーフザイ人は自らをバニーイスラエルと名乗っています。これはイスラエルの子孫という意味です。他にもこの時十氏族の一部はシルクロードを通って東洋まで逃げてきたと言われています。ペルシャやインド、ミャンマーの一部族にも十氏族の子孫がいるとの言い伝えがあります。中国も同じです。史書を読むと、漢の治世下にあった紀元前2世紀にはイスラエル人がいたと思われる記述があります。オマーンのバハラ地方にはこれを裏付けるかのような伝説が残されています。アジア大陸を長年渡り歩いていた十氏族が中国の彼方の神秘的な国に定着したという伝説です。十氏族が中国に来ていたことは確かのようですね。では神秘的な国とはどこの国なのでしょうか。考えられるところはアルツアレトという名の地域です。アルツアレトは第4エズラ書に登場します。これは旧約聖書外典として扱われる書物の一つです。1世紀頃に成立したとされる古代ヘブル文書です。この書物には次のような記述があります。幻に現れた群衆はアッシリア王が祖国から追い出した十氏族であり、彼らは異教徒の住処を離れ人が住んでいない土地へ向かった。自国では守れなかった規則を守るように計画を持ち合って、彼らはさらに遠い国を目指した。彼らがユーフラテス川周辺に着いた時、神は驚くべきことをなした。彼らが川を渡りきるまでその源を止められた。その国を通過して1年半アルツアレトという地域にたどり着いた。彼らはそこに住むようになった。彼らが帰る時は神は彼らがまたユーフラテス川を渡れるよう源を止められるだろう。第4エズラ書は外典であるため、この内容が真実であるかどうかは定かではありません。そもそも筆者は幻と言っているので、現実のことなのか本当に幻のことなのかも分かりません。しかし第4エズラ書は今日まで現存している写本があるほか、様々な言語に翻訳されて世界中で読まれています。このことを考慮すると、歴史の何かの謎を解明する証拠が隠されているのかもしれません。その証拠とは、その国を通過して1年半アルツアレトという地域にたどり着いたという一文です。アルツアレトとは何でしょうか。それは日本だと考えられます。当時の時代に戻って考えてみましょう。失われた十氏族が時速4キロメートルで
毎日5時間歩いたとします。このペースを1年半続ければちょうど日本に到達する距離になるのです。現実的に考えてみても、失われた獣子族が日本を訪れている可能性は十分にあり得るのです。伊勢神宮と古代イスラエルとの関係。冒頭で見たように、イスラエルと日本で共通する文化の一つに六芒星がありますね。ダビデの星とも呼ばれるこのマークは、ユダヤ人を表す記号として知られる他にも、イスラエル国旗にも使われています。これと似た印が伊勢神宮の皇太神宮の参道脇に設置されている灯籠に刻まれています。皇太神宮は六芒星以外にもイスラエルとの類似点を有しています。それが幕屋です。皇太神宮は長方形の石垣に囲まれています。材質は天幕と異なりますが、形状と作り、敷地内の設置方法は幕屋と似ています。皇太神宮のように伊勢神宮には幕屋と似ている点が多々見られます。一つは神社の構造です。伊勢神宮の構造はイスラエルの幕屋やエルサレム神殿の作りとよく似ています。幕屋は旧約聖書の中で見ることができます。ソロモン王がエルサレム神殿を建設するよりも前に、イスラエルの人々はモーセが予言した神の教えに従って荒野を旅しました。旅の途中で彼らは移動式の簡易的な礼拝所を道中に設置しました。いつでも神を礼拝できるようにするためです。この礼拝所が幕屋です。木造の聖所を複数の垂れ幕で囲っています。幕屋はなんと伊勢神宮でも見ることができます。伊勢神宮の内宮にある御聖殿へ向かう道では石段を登ります。板垣南御門の前に立つと、そこは御幕という涼しの布がかけられています。来訪者はまずその場で参拝します。幕屋の垂れ幕とよく似ていますね。イスラエルの人々も垂れ幕の向こうに神がいると信じて礼拝したのです。伊勢神宮は幕屋が作られた後の時代のエルサレム神殿とも似ています。伊勢神宮の御垣内に入ると、中之江の鳥居と呼ばれる2本の柱が出迎えます。中之江の鳥居は柱と柱に締め縄をかけて結ぶことがあります。旧約聖書にはエルサレム神殿を建設したソロモン王が入り口に柱を2本設置したという記述があります。また日本の多くの神社には獅子の像が並んで立っています。エルサレム神殿の王座の両側にライオンが立っていたと記されています。古代の日本にライオンを意味する獅子は存在していなかったはずです。そんな獅子が神社に立っているのは、イスラエルとの間につながりがあるからなのでしょうか。学者たちによれば、イスラエルと伊勢神宮で行われている伝統やしきたりにも類似点があるようです。伝統についてはおみこしが挙げられます。神社のおみこしはイスラエルの契約の箱と形が似ているのです。横に棒がついていて、人々が担いで簡単に移動できる作りになっています。旧約聖書にはイスラエルの王ダビデと契約の箱の話が記述されています。契約の箱がエルサレムに戻った際、人々がそれを担ぐ横で王は一緒に街を歩いて踊ったとされています。このような光景は皆さんも見たことがあるのではないでしょうか。日本のお祭りですね。何十人かでおみこしを担ぎ、その周りをたくさんの人々が踊りながら街を歩いていきます。しきたりについては衣服とお供えが挙げられます。ユダヤ教の教師マーヴィン・トケイヤー氏は長年日本に滞在しています。その経験を生かして日本人とユダヤ人の比較文化論を発表しました。日本の神官の衣については次のように語っています。日本の神官は袖に長い紐をつけています。神官にその理由を聞いてみると、私たちは伝統に従っているだけですと彼らは答えてくれました。大変興味深いことに、袖に房をつけるのは古いユダヤの祭祀の習慣そのものです。年数でいうと3000年以上前から守られている古代ユダヤの習慣なのです。お供えも日本とイスラエル両国で続いてきた習慣です。日本の神社ではその年に収穫した果物と収穫物を供える習慣があります。
これは古代イスラエルでも同じことです。建物の作り、習慣、行事、しきたりに至るまで、日本とイスラエルには意外と多くの共通点があります。これは偶然の一致と言えるでしょうか。偶然性ではなく、特別の意味を感じる人々はこれを根拠に日ユダ同祖論を唱えています。失われた十氏族は海を越えて日本へやってきたというのが日ユダ同祖論の説明です。ユダヤ人はユダヤ文化を日本に伝え、それは日本文化が形成される一助となったと彼らは主張しています。それは嘘か誠か、研究と調査が進めばその謎が明らかにされることでしょう。三種の神器の正体、それは海を越えてあの民族にあった？ようこそ、ナビゲーターのルカです。日本の皇位は三種の神器によって象徴されています。三種の神器はその名の通り三種類の宝物です。八田の鏡、天の村雲の剣、八坂にの勾玉です。天の村雲の剣は草薙の剣とも呼ばれます。八田の鏡は伊勢神宮に、雨の村雲の剣は熱田神宮に、八坂にの勾玉は宮中三殿の賢所に保管されています。しかし誰一人として実物を見ることを許されておらず、天皇でさえ見たことがありません。皇室にとって最も重要な道具であるにもかかわらず、その姿形や色、大きさを含めて謎の多い秘宝です。偽物も作られたことから、三種の神器はレプリカであるという噂もささやかれています。実物が一般公開されていない以上、その噂を肯定することも否定することもできません。三種の神器の謎を解き明かそうとする説は数多く唱えられています。近年、その正体に関するある説が登場しました。それはどんな説なのでしょうか。驚きの内容を見ていきましょう。三種の神器の由来と、その前に三種の神器がどのような経緯で誕生したのかを振り返ってみましょう。日本神話においては、高天原から天下りする二荷の御事に天照大神が授けたとされています。天照大神は弟のスサノオの御事が高天原で乱暴を働いたことに心を痛めて、天の岩戸に引きこもりました。太陽神である天照大神が隠れたことで、世界は闇となり、さまざまな魔化が発生しました。光を取り戻そうと八百万の神は対応策を話し合いました。そして思いの鐘の神が知恵を授けて、一案が練られました。まず石こり止めの御事は八田の鏡を作りました。八田の鏡は天の安川の川上の岩と天金山の鉄とで作られました。玉の親の御事は八坂にの勾玉を作りました。完成した八田の鏡は榊の枝にかけられました。雨の渦目の御事が岩戸の前に桶を伏せて踏み鳴らし踊ると、八百万の神は一斉に笑いました。不審に思った天照大神は天の岩戸の扉を少し開けました。そして、なぜ楽しそうに待っているのかと問いました。雨の渦目の御事は、あなたより尊い神が現れたからですと答えました。雨の小屋根の御事と太玉の御事が天照大神に八田の鏡を差し出しました。鏡に映った自分の顔をその尊い神だと思った天照大神は、よく見ようと身を乗り出しました。待ってましたとばかりに、岩戸の脇に控えていた雨の田力王の神が天照大神を引きずり出しました。すると世界に光が戻りました。その後、スサノオの御事は罰として高天原を追放されて地上へ降ります。地上で出会ったのはクシナダ姫という美しい少女でした。クシナダ姫はもうじきヤマタノオロチという怪物の生贄にされてしまう運命にありました。クシナダ姫を哀れに思ったスサノオの御事は、
ヤマタノオロチの退治を申し出ます。ヤマタノオロチに強い酒を飲ませて酔わせると、体に雨の幅切りを振り下ろしました。雨の幅切りは、ヤマタノオロチの体内にあった何かに当たって、切っ先が欠けてしまいました。ヤマタノオロチを退治したスサノオノミコトは、尾から剣を発見しました。雨の幅切りは、この剣に当たったのでした。この剣こそ、草薙の剣と呼ばれる、つむかりの太刀でした。スサノオノミコトは、草薙の剣をアマテラス大御神に献上しました。草薙の剣は、その後、他の神器とともに、ニニギノミコトに託されました。古代ユダヤ由来説。これが三種の神器について一般に伝えられている由来です。この他にも諸説あります。その一つは古代ユダヤ由来説です。古代ユダヤには日本の三種の神器と似た神宝があると言われています。それは十戒の石板、マナの壺、アロンの杖です。十戒の石板はモーセの十戒が刻まれた2枚の板です。モーセがシナイ山に登った際、神から与えられたとされています。マナの壺は、マナという食物を入れた壺です。マナは、飢えていたイスラエルの民に、神が天から降らせました。アロンの杖は、モーセの兄、アロンが使っていたとされる杖です。モーセがイスラエルの神から授かったとされています。イスラエルの民がエジプトから脱出するとき、海に割れ道を開いたと言われています。この3つの神宝は契約の箱に収められて大切に保管されました。しかし、ソロモン王の時代には、すでにマナの壺とアロンの杖は姿を消していました。北イスラエル王国が紀元前7世紀頃に崩壊し、南ユダ王国がアッシリアの属国と化した頃、唯一残された十戒の石板も消失してしまいました。今では3つともどこにあるのか分かっていません。一説では難を逃れたイスラエルの民が日本に持ってきたと言われています。北イスラエル王国が滅亡して間もなく、八百万の神は高間ヶ原から地上に降り立って国造りに取り掛かりました。その際、三種の神器も天から地上に持ち込まれました。国造りの後には日本各地で神輿が多く使われるようになりました。神輿は3つの神宝を収めた契約の箱に似ていると言われています。契約の箱は2本の棒に乗せて運びますが、この点も神輿と同じです。3つの神宝もまた特徴と形状が3種の神器と似ていると言います。まず八田の鏡と十戒の石板です。十戒の石板は2枚あります。もし八田の鏡が十戒の石板であるならば、本物の八田の鏡は伊勢神宮だけにあるのではないのかもしれません。もう1枚の八田の鏡が別の場所に保管されているのかもしれません。八田の鏡の裏面にはヘブライ語が記されていると言われています。実物を見た者は誰もいないという八田の鏡ですが、実は森有則と矢野雄太郎がこれに触れていたといいます。森有則は明治時代の文部大臣、矢野雄太郎は元海軍将校です。二人は確かにヘブライ語が記されていたと証言しています。その内容は、エヘイエアシェールエヘイエ、我ありてあるものという意味です。旧約聖書の2番目の書である出エジプト記第3章14節に登場する神の言葉です。イスラエルの人々に神について何と説明すればよいかと尋ねるモーセに、神は私はあってあるものと答えました。続いて八坂にの勾玉とマナの壺です。両者には神から救われることで身が守られるという共通点があります。八坂にの勾玉は紐で結んで身につけて使います。神の救いと奇跡を願って敵から身を守るという目的があります。マナの壺には神が天から降らせたマナが入っています。イスラエルの民はマナを食べることで飢えをしのぐことができました。最後に天の村雲の剣とアロンの杖です。天の村雲の剣は壇の浦の戦いでも使われました。
壇ノ浦の戦いは平安時代末期に行われた平治と源氏の最後の戦いです。2位の前には幼い安徳天皇と天の村雲の剣を抱き瀬戸内海に没したという記述があります。天の村雲の剣は海から引き上げられたそうです。この話から天の村雲の剣は鉄製ではなく木製であると言われるようになりました。アロンの杖も木製であるため天の村雲の剣とアロンの杖を同一視する声もあります。天の村雲の剣の形状を知る人はいないものの蛇のように曲がりくねった形をしているのではないかと言われています。ますますアロンの杖と似ていますね。古代ユダヤの3つの神宝は契約の箱に収められて日本に持ち込まれました。先ほど八百万の神が三種の神器を携えて降臨したとお話ししました。実は八百万の神が国造りをしたのではなく、イスラエルから渡ったユダヤの民が国造りをしたという話もあります。根拠はユダヤ教の歴史書トラーの巻です。そこにはユダヤの十部族が紀元前722年にイスラエルを去ったと記されています。日本は諸説あるものの紀元前660年に建国されました。十部族がイスラエルを去ってからすぐのことです。国を追われたイスラエルの民は三種の神器を収めた契約の箱を持って世界各地を転々と巡り、最終的に日本の地を選んだのかもしれません。そして日本の国造りを進め、三種の神器は皇位の象徴として用いられるようになりました。イスラエルの契約の箱の伝統をなくさないよう、2本の棒に乗せて担ぐ神輿を取り入れた祭りが全国的に広まりました。こうした歴史がある可能性も考えられます。日本とイスラエルの共通点はこれだけではありません。暦の習慣や宗教儀式も似ていると言われています。そして制度も同じです。日本の皇室とユダヤの王朝はどちらも長らく家系が尊重されています。そのため皇族の系統が長年記録されて現代に継承されています。言語にも共通点が見られます。日本語の相撲はヘブライ語でシュモーと言います。発音が似ていますね。首都エルサレムはヘブライ語でイエルシャライムと発音します。安息の地、平安の地という意味です。そういえば明治2年までの日本の首都は平安京と言いました。エルサレムと何か関連があるのでしょうか。イスラエルの民が日本の国造りに携わっていたとしたら、自分たちの故郷エルサレムの名残を残したかったとも考えられます。日本の三種の神器と古代ユダヤの三つの神宝、日本の国造りが始まった時期とイスラエルの十部族が故郷を去った時期、そして神輿や言語の共通点、これらを考えると日本とユダヤには何か大きなつながりがあると思わずにいられません。日本神話においては重要な位置を占める三種の神器ですが、ユダヤの歴史においても重要なのかもしれません。今後研究を進めれば歴史の謎を覆すかもしれない驚きの秘密が明らかになることでしょう。